祖孫式社会主義建設の全面的な発展を早めるための雄大な設計図を開いた祖孫労働党中央委員会第8期第4回総会の決定手配によって、ハムギョン南道ハムジュ郡リョンポ地区に近代的なハウス農場が建てられます。人民の文明と福祉増進を一番の活動原則にしている党中央は、全国的範囲で近代的で実益が得られるハウス農場を大々的に建設して、人民の食生活を向上させるのを政策化し、リョンポハウス農場の建設を2022年度の重要国家建設政策の課題のうち最優先的な課題に打ち出し、ハウス農場の建設で経験を積んだ人民の部隊にその任務を与えました。2月18日、リョンポハウス農場建設の起工式が盛大に行われました。祖孫労働党総書記で祖孫民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が起工式に臨席しました。祖孫労働党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会張永恩組織担当書記と、祖孫労働党ハムギョン南道委員会リージョンナム責任書記などのハムギョン南道の幹部と勤労者が起工式に参加しました。武力機関の人と人民軍軍人の建設者が参加しました。起工式が宣言されるや、祖孫民主主義人民共和国国歌が早朝に奏でられました。敬愛する金正恩総書記が感動的な演説を行いました。金正恩総書記が人民を天のごとくみなす異民異天の意志と軍人建設者への大いなる信頼が込められた演説を終えると、参加者皆は熱狂的な歓呼を上げました。起工式では祖孫人民軍総領の決意表明がありました。発言した人たちは軍人建設者皆の誓いを込めて、リョンポ地区のすべての創造物を新時代の農村振興のモデル、労働党の人民大衆第一主義政治のシンボルに見事に立てて、党中央に中将の報告、勝利の報告をすることを誓いました。金正恩総書記がリョンポハウス農場建設の起工式を記念して建設の桑入れをして、直接葉っぱのボタンを押しました。大規模なハウス農場建設のスタートを告げる爽快な爆音が響き渡る中、起工を記念する祝砲が次々と打ち上げられました。総書記は軍人建設者皆が労働党の呼びかけにいつも完璧な実践で従ってきた決死覚悟の奮闘精神、奮闘気概で今日の建設大戦でも党の構想と政策を必ず実行し、人民の幸せの創造者としての栄誉の使命と本分を全うするものと確信し、熱く励ましました。金正恩総書記は党中央の思想と偉業を守る決死覚悟の砦で、盾になって必ず実行する中将の一念で胸を燃やす軍人建設者に長い間熱く手を振って応えました。祖孫労働党総書記で祖孫民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志が、リョンポハウス農場建設の起工式で、ハムギョン南道の人民のためのリョンポハウス農場の建設で人民軍の戦闘的気概を力強く発揮せよという演説をしました。金正恩総書記は演説で、平壌市民の住宅問題の解決で大きな意義を持つ2022年度の1万世帯の建設を始めたのに次いで、ハムフン市とハムギョン南道の人民の生活に大いに役立つ大規模なハウス農場の建設の起工を行う喜びを表し、党と国家の最大の建設政策の課題を成功裏に実行するため、リョンポ地区に集結した人民軍軍人と建設部門の関係者に戦闘的挨拶を送りました。金正恩総書記は国の重要な工業都市で科学都市であるハムフン市とハムギョン南道の人民の野菜供給をいつも重大事項に捉えて関心を向けてきた党中央は、
数年前からここに現代的なハウス農場を建設することを構想し、計画的に推進してきたと述べ、リョンポハウス農場の建設の意義と重要性を明らかにしました。そして、リョンポハウス農場を共和国で一番大きく、近代的なハウス農場、先進的な営農技術を普及する実物教育の農場、祖孫式農村文明の創造の新しい拠点、住みよく働きよい社会主義文化農村に建設し、これを基準に効果にして、国の全般的な農村の発展をより力強く確実に推進しようとの党中央の構想について強調し、建設を強力に推進する上での課題と方途を示しました。金正恩総書記は、人民の家々にみなぎる喜びを描き見て、そしてそれによって一層と見栄える国の明るい未来を見通して、力を出して人民のための創造物を一日でも早く建設しようと呼びかけ、勇敢な人民軍軍人たちが革命軍隊の戦闘的気概を遺憾なく発揮して、党中央の命令を立派に実行するものとの期待と確信を表しました。朝鮮労働党総書記で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の敬愛する金正恩同志に14日、偉大な金正恩国防委員長の生誕80周年記念インターネット国際討論会と写真展の開会式の参加者から手紙が送られました。手紙は、チュチェの朝鮮の映像で人類の永遠の太陽である金正恩国防委員長は、卓越した思想理論と非凡なリーダーシップ、気高い人徳で、朝鮮革命と世界の自主開業を勝利一路へと導いた、またといない偉人として、万民から熱く称えられ、国防委員長への世界の進歩的人民の恋しさと敬慕の念は、歳月が流れるほど募るばかりである。金正日国防委員長のように、敵党さんの息子に誕生し、一生涯、働く人民の絶大の支持を受け、国と人民のために献身の道を歩み続けた不世出の偉人は、古今東西どの国の歴史にも見られない。分けても20世紀末、最も厳しい試練の時に、反帝自主の旗を高く掲げ、朝鮮の社会主義運用を固く守り、強国建設の活路を開き、21世紀を自主の世紀に輝かせたのは、金正日国防委員長の一番の業績だ。今日、金正日国防委員長の思想と異名、品格をそのまま身につけ、豊かに発展させる金正恩総書記がいて、国防委員長は、朝鮮人民と世界の進歩的人民の心の中に、敵党の光明星、人類の太陽に生き続けている。金正恩総書記の正しい導きのもとに、あらゆる試練と難関を乗り切って、人民の夢が実現する人類の理想社会、社会主義の全面的発展へと力強く進む朝鮮には、常に勝利と栄光だけがあるだろう。金正恩総書記の健康と、朝鮮民主主義人民共和国の発展のための重責の活動でのさらなる成果を心から祈ると述べています。偉大な金正日国防委員長の生誕80周年に際して14日から16日まで在中国朝鮮人団体の記念行事が行われました。吉林幾文中学校にある偉大な金日成主席の銅像に在中国朝鮮人総連合会と在中国朝鮮人女性協会総連合会吉林地区協会吉林市支部中国に住む抗日革命闘争にゆかりのあるファンペクハさんの遺族名義の花籠が捧げられました。そして、在中国朝鮮人総連合会が、新余駐在朝鮮総領事館にある金日成主席と金正日国防委員長の美術作品に花籠を捧げ、敬意を表しました。また、在中国朝鮮人総連合会、在中国朝鮮実業家連合会、在中国朝鮮人女性協会、在中国朝鮮人青年協会支部が中国駐在朝鮮大使館と代表部にある太陽のように明るく微笑む金日成主席と金正日国防委員長の写真に献花し敬意を表しました。新行では在中国朝鮮人総連合会の記念の集いがありました。
集いでは敬愛する金正恩総書記に送る祝賀の手紙が採択されました。大中国朝鮮人総連合会の参加組織でこの集いをビデオ会議で見ました。集いの後、光明母施設記念芸術公演が行われました。一方、在中国朝鮮人総連合会と参加組織で朝鮮の記録映画不正室の愛国者金正日将軍第6部朝鮮労働党百戦百勝の革命的な党にが上映されました。また国防委員長の偉大さについての討論会や記念の集い、祝宴など多彩な催しがありました。平安南道にピュンソン体育館、ピュンソン青年野外劇場、スンチョンナマズ養殖工場のスッポン養殖職場が新築されました。それぞれの竣工式が15日現地で行われ、関係者と道内の幹部、勤労者、建設者、従業員が参加しました。竣工式では竣工の字が述べられました。ハンピョン南道、チャガン道、ケソン市、ラソン市の青年が社会主義建設の重要部門に次々と自発進出しています。ハンピョン南道で190人以上の青年同盟の活動家と青年が社会主義建設の骨の折れる部門に進出しました。チャガン道、ケソン市、ラソン市の数十人の青年も機械工業部門と共同農場などに進出しました。社会主義建設の重要部門に自発進出する青年を祝う集いが現地でありました。集いでは志願証書が授けられ、祝辞と決意の表明がありました。勤労者と青年が一行を熱く見送りました。偉大な金正日国防委員長の生誕80周年に際して、東欧及び中央アジア地域知思想と戦軍政治研究会国際連合のインターネット討論会が行われました。国際連合のメンバーとロシア、カザフスタン、ウクライナ、モルドバの知思想研究組織の責任者、知思想支持者が出席しました。国際連合のミハイル・パンチェンコ書記長は発言で、金正日国防委員長の生誕日に際して世界範囲で記念行事が広く行われている、金正日国防委員長は生涯を閉じるまで国の繁栄と人民の幸福のために全てを尽くした不正室の愛国者だ。偉人の聖なる映像は昨日も今日も明日も問わに世界人民の心の中に残っているだろうと述べました。ついで発言がありました。討論会では金正恩総書記に送る祝電が採択されました。朝鮮総連本部委員長会議が12日東京の朝鮮会館で開かれました。総連中央常任委員会法順満議長と他国法第一副議長兼組織局長、各副議長、財政委員会委員長、中央監査委員会委員長、総連中央常任委員、各本部委員長が出席しました。他国法第一副議長兼組織局長が報告を行いました。報告は総連本部の各委員長が敬愛する金正恩総書記への忠誠、重大な責務を胸に刻んで総連第25回全体大会目指す戦いではっきりした成果を収めるべきだと強調しました。ついで総連本部の各委員長の発言がありました。フォージョンマン議長が会議を締めくくりました。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮の声放送へようこそ。朝鮮の会放送の親しい友人の皆さんに一つお知らせです。今年は偉大な金正主席の生誕110周年、偉大な金正日国防委員長の誕生80周年になる意義深い年、節目の年です。ということで、朝鮮の会放送は日本のリスナーと視聴者の皆さんに作文コンクールを提案いたします。では今年の作文コンクールの主なテーマについてお知らせします。第1に、
偉大な金日成主席が人民大衆を中心の社会主義を建設し、朝鮮革命と世界革命に尽くして成した不滅の業績について書くことができるでしょう。はい。その具体的な内容を見ますと、まず金日成主席が不滅の父思想を創始したこと、抗日革命戦争を勝利へと導いた、朝鮮を解放し党と国家軍隊作りを正しく導いたこと、次にですね、金日成主席がアメリカ侵略者を打ち倒して国の自主権を守り、チョンリマの大飛躍をもたらして自主自立自衛の社会主義朝鮮を打ち立てたこと、はい、また金日成主席が世界革命業に尽くして成した不滅の業績について、はい、その他主席の思想理論活動と正しい指導、気高い人格についても書くことができるでしょう。第2話ですね、偉大な金正日国防委員長が朝鮮人民と世界の人々に尽くして成した不滅の業績について書くことができるでしょう。ここではまず金正日国防委員長は父思想をさらに豊かに発展させて世界人民に真理を持たせた思想理論の大化、帝国主義連合勢力の必要な孤立を押しつぶしの中でも先軍指導で社会主義を固く守った世に稀な名将、世界政治の剣道だということについて、次に金正日国防委員長が強国づくりのために献身的に尽くしたこと、はい、人民に奉仕するというスローガンを掲げて人民の幸福のために生涯のすべてを捧げたことについて、また金正日国防委員長が世界の自主平和の偉業に残した業績により21世紀の自主の太陽に称えられていることについて、その他国防委員長の熱い人民愛と名将としての知略と胆力、燃えるような情熱など国防委員長の偉大さと先軍政治の正しさとその威力についても書くことができるでしょう。第3に敬愛する金正恩総書記が金正恩主席と金正日国防委員長の強国づくりの構想と二民一天、人民を天の男になす理念を実現するため尽くしてました不滅の業績について書くことができるでしょう。ここではまず金正恩総書記が社会主義強国づくりを推し進め、人民生活の向上のための新たな政策と路線を示し、不眠不休の施策と実践で世紀に輝く変革を遂げたことについて、次に金正恩総書記が経済と核武力建設の変身路線を示して最短期間内にいかなる侵略にも対応できる強い軍事力を築いた永遠に輝く業績と、常に主導権を握って勝利してきたその抜群の外交の手腕について、また熱い人民愛の持ち主である金正恩総書記が人民生活の向上と人民の生命財産を守ることを一番の重大事とみなしていること、総書記の人民大衆第一主義の理念と次の世代への熱い思いより青年重視の思想などによる朝鮮の立派な堅実について、その他朝鮮の一心団結と共和国が実施している人民的な施策、朝鮮人民の革命的な美しく気高い姿と生活ぶり、幸せな朝鮮人民と朝鮮民族の尊厳と威力などさまざまな内容で書くこともできるでしょう。第4に世界平和のために友好と団結を深めることについてのテーマも選ぶことができるでしょう。以上ですが、作文は論説、記事、手記、随筆、物語、印象記、詩、歌詞など多種多様の形でテーマとご本人の好みに合わせて書いてよろしいです。作文は朝鮮の恋放送の電子メールとファックスで結構です。記事と詩、作詞作曲した歌を生の声で吹き込んだり、また読み上げる姿をお送りになりますと取り分け放送のためになるでしょう。作文を書くときは短波放送とインターネット版、また放送から送られた出版物などをご利用なさるのも良いでしょう。コンクールの期間は2022年10月31日までです。はい。
コンクールの期間は2022年10月31日までです。入選作品は短波放送とインターネット版で紹介し、入選した方々には記念品を授けることになっています。日本のリスナーと視聴者の皆さん、著存の声放送の作文コンクールに積極的にご応募なさってください。日本のリスナーと視聴者の皆さん、著存の声放送の作文コンクールに積極的にご応募なさってください。ふれあいの広場にアクセスなさった皆さんに改めてお礼を申し上げます。では皆さん、次のこの時間でまたお会いしましょう。平壌城戦闘。人心鎖国戦争は日本でいう文禄慶長の役、つまり1592年から1598年までの豊臣侵略軍に反対する戦い、朝鮮人民の反侵略戦争です。社会科学院歴史研究所の主任中村チョルさんのお話です。オリゾンブト侵略戦争準備を打ち合わせ日本久しい前から戦争を準備してきた日本は1592年4月大規模な武力で朝鮮を侵略しました。日本軍の戦略は陸軍を主力として、水軍は地上部隊の進撃を後押ししながら陸軍に加勢する、いわゆる水陸並進でした。当時戦争は海と陸地で同時に激しく行われました。1593年4月平壌城では日本侵略者を退け、城を取り戻すための激しい戦闘が行われました。1月6日金運送将軍の指揮のもとに城への攻撃を始めた朝鮮軍は、1月8日日本侵略者を撃滅して平壌城を奪還しました。この戦闘で朝鮮軍は1万人以上の敵軍を殺傷し、数千頭の馬と多くの兵器を路獲し、敵軍に逮捕されていた1000人以上の住民を救いました。この戦闘の勝利は各地で戦っている義兵と軍人を大いに励まし、朝鮮軍は敵軍への反撃に移りました。平壌城戦闘についてお話ししました。